商品開発部門の家具担当で、キャンペーンや企画に携わるお仕事をしています。趣味は神社巡りや写真撮ること撮られることです。一番は猫が一番好きです。もう猫大好きです。うちの子は保護猫のシャムミックスで、今4歳のおっとりした女の子です。間取りは 3LDK です。2人暮らしで猫も一緒に暮らしてます。うちの子のノアちゃんです。猫と遊ぶのが好きで、家の中も猫が暮らしやすいような工夫をしています。ソファーを肘置きがないタイプにしたんですけれども、肘置きがないから猫も気軽にぴょんって上がってこれるようなソファーを選びました。部屋のテーマは猫と人が心地よくくつろげる大人かわいいお部屋です。色はグレー、ホワイトをベースに、アクセントでブルーを入れて、そこに観葉植物でナチュラルな空間にしています。家具は基本ホワイトにしているのですが、猫のおもちゃが小さくて下に入ってしまうことがよくあるので、家具は足のないものを選んだりDIY するようにしています。特にこの家具はもともと足がついていたんですけど、足を自分で外してそこにフェルトを貼ってここに置きました。これはニトリのキューブというシリーズの壁面家具です。一つ一つ組み替えができるものになってます。猫ちゃんは高いところに登るのが好きなので、一番下は基本的には私たちの収納で、2段目のところに猫が遊べるようにたくさんの空間を用意してます。穴が開いてたりするので自由に遊んでいるのをよく見てます。別の部屋にも猫用の家具がありまして、このお部屋ではペットコネクトというシリーズを使ってます。2段のタイプからあるのですが、私は3段タイプと4段、5段の組み合わせにしています。ペット用なので棚板が手前に出ていて、猫ちゃんが登りやすいようにしてあったり、そして一番上は天板が透明になっているので、ここでは肉球が見放題です。猫のトイレスペースはリビングにあって、スペース有効活用として壁面収納の一番下をトイレにして、上は収納で使っています。もともとは猫用トイレしか置いてなかったんですが、上のスペースがもったいないなとずっと思っていた時に N ポルダーを見つけました。猫用品を上にしまったりしてとても使いやすくなってます。実はインテリアもすごく好きで、色のつながりというところも意識してこだわっています。インテリアが好きになったきっかけは、大学の時に海外留学をしていたんですが、台湾で初めて一人暮らしをした時に台湾のニトリでお買い物をしたのがきっかけです。その時に物と物を組み合わせる楽しさを知って、インテリアが好きになりました。モダンな要素を入れたコーディネートにしています。壁の色がグレーなので、それをベースカラーとしてアクセントに黒を入れて引き締めています。ファブリックで使う素材はふわふわしているものを選んで心地よい印象にしています。サイドテーブルの小物の置き方にもこだわっています。置き方のポイントとしては、三角形になるような配置をすることでまとまりが出る印象になるので、三角形を意識して小物を配置してます。これは照明ではなくてキャンドルウォーマーというんですけど、猫ちゃんがいるので火を使うのは危ないので、火を使わずにキャンドルを楽しんでいます。壁面は大きいポスターにモダンなデザインを入れてます。ベッドルームに入った瞬間にここに目線が集まるようなフォーカルポイントとしてこだわっています。私がミモザが大好きなので、それが真ん中に来るように配置してます。飾り方のポイントとしては、直線を揃うように意識してます。下
型の線を揃えたりすることで統一感が出るようにまとまって見えるようにしてます。ちなみにここの壁紙のところは猫ちゃんと遊んでいたら破れちゃいました。こんにちは。社内でインテリアコーディネートの講師をしているスノーです。アイボリー、ブラウン、グレーで落ち着いた色味でまとめて、ドライフラワーやファブリックの素材も際立つおしゃれでモダンなお部屋ですね。このままでも十分素敵ですが、壁面アートポスターのイエローだけ少し色味が強く感じます。今回はこの素敵なアートポスターを生かして、さらにお部屋を印象的に変えてみます。ポイントは色をつなげるです。壁面アートポスターのイエローを空間にもう一箇所取り入れるだけで、イエローがつながり、印象的な色も取り入れたお部屋に早変わり。今回はお部屋のフォーカルポイントとなるベッドの中心にイエローのクッションを取り入れます。幾何柄のクッションは壁面のアートポスターとも相性バッチリ。落ち着くお部屋に慣れた時は色を取り入れると印象がガラッと変わります。ぜひ参考にしてみてください。壁面のアートポスターと色のつながりが出てすごく素敵になったなと思いました。ナチュラルな自然な素材を意識していたので、これも素材感としてはマッチしてです。私のお気に入りアイテムはこちらのドーム型ペットベッドです。これは素材がフェルトになっているので、猫の毛がつきづらいのが衛生的でとてもいいです。それから中のこちらのふわふわしているこのベッドも一緒についてます。これは洗うこともできるのですごく便利です。チャックがついているので、今これ大きく見えるかもしれないんですが、これを小さく畳んで収納することもできます。ここには肉球があるので、猫ちゃんが入っている姿をこっそり覗くことができるのも気に入ってます。これが私のお部屋です。以上です。ありがとうございました。